portableeapps.com とは、基本的に Windows に対応する無料、ポータブルアプリケーションを配布するウェブサイトである。これらのポータブルアプリケーションは、USB メモリのようなリムーバブルメディアで使用できる。ユーザーデータは、サブフォルダに保存されるため、ユーザーはデータに影響を与えることなくソフトウェアを更新したり移動させることができる。 ソフトウェアをアインストールするときはメインホルダーを削除するだけでよい。サイトを開設したのはジョンティー・ハラーでソフトウェアの開発者、設計者、翻訳者の計100人以上がサイトに関わっている。2004年3月にモジラ、Firefox のポータブルバージョンを手掛けたことから始まった。その後ハラーは モジラサンダーバードや OpenOffice.org にも対応する形でプロジェクトを拡大した。そのうち、ポータブルソフトウェアのオープンソース集団は、ハラーの個人ウェブサイトで成長し、やがて portableapps.com というコミュニティサイトに移行することになる。現在サイトでは、フォーラムのメンバーによって、多種多様のプロジェクトが結成され、 またバグ報告や提案にもサイトは活用されている。いくつかのポートベラップスディストリビューションはソースフォージで管理されている。アプリケーションインストーラーはファイル名の最後は F、EXE と付ける規則に沿った PORTABLEAPPS.com メニューや HTML ドキュメント、データを保存するデータディレクトリ含むエクステンションを使用するように設計されていて portableapps.com バックアップユーティリティでデータをシンプルにバックアップできるようになっている。portableapps.com メニューを使うインストーラーは、運肢インストーラーが必要にあるが、自己回答ファイルやインストーラー実行ファイルで圧縮することができる。アプリケーションの多数は Windows 2000以降に対応している。また、 Unix KOS のワインで動作するアプリケーションも多く、古いバージョンのアプリケーションの場合、Windows 95、98、目といった新たなサポートがない古い OS で動作することも多い。THEPORTABLEAPPS.com ラ、er、ンチャーは、パスリダイレクション処理、環境変数変更、ファイルとディレクトリの移動、設定ファイルパスの更新と、 環境設定にあるのと同様の変更をすることで、アプリケーションのポータブル起動を可能にする。また、ソフトウェアをベースとなるアプリケーションにカスタムコードや、設定変更を書き込む必要なく、ポータブル化できる。portableapps.com で公開された一部のソフトウェアパッケージは、現在もなお、自身のカスタムランチャーで動作しているが、 portableapps.com ランチャーは新たに公開されたアプリケーションで使用されている。portableapps.com プラットフォームはポータブルアプリケーションを動作させるのに必須ではないが、さらに統合されたエクスペリエンスを提供するのが可能である。機能は以下の通り。ありがとうございます。